Round 1, fight!
Ah!
Fight!
Yeah!
い。Thank you.
Round one, fight! Psycho! Psycho! Psycho!
Yeah.
はい。Oh!
第1回土方いない杯始めます。ワンピー側は山本さんのチュンリー、ツーピー側はヒロポンさんのエクスバイソン。今日は早稲田式で行わせていただいてます。で早速開幕100列当たって山本さんが体力リード、
ですかね、このチューリーバイソン。炸裂のバリアーが相当多分バイソン辛いと思うんで、どうやってこじ開けてバイソンがあーと言ってる間に1本チューリー取っちゃいましたね。さあクラゲと炸裂バリアーをどうかいくぐるか。バイソン、はい、投げて、これダイヤ的にどうなんですかね。チューリー結構 6.5 とか7ぐらいついちゃうんですかね、わかんないですけど。山本さんが勝利で一旦リセットします。また聞く感じなんですよね。そうだね。じゃあ、ニオさんにセロさんの、セロさんのなんちゃらとカーシオさんのなんちゃら、早稲田式は、先方同士が先方大将を決めて、先方が勝って大将が勝ったらその自チームが勝ちなんですけど、先方が勝って大将負けると、勝った先方と反対側、相手チームの勝った大将で決勝戦やるというルールです。はい、1P 側はカーシムさんの龍と、 2P 側はセロテープさんのザンギで、開幕はちょっと見てなかったんでわかんないですけど、ダイヤシ当たって、お互いに踏み込まなきゃいけないっていうのがかなり熱い組み合わせだと個人的には思ってます。さあ、きついですね。アメハジ、あ、ちょっとミスって、これでスクリューが、スクリュー今入りましたよね。全然大丈夫、はい。一本セロさん取って、このエステが、もう一回、ナイスガードが。クルーに負けてセロテープさん勝利。じゃあ続きまして、決勝戦、山本さんのチュンリーとセロテープさんのザギですね。このまま入っちゃって大丈夫です。じゃあ対象、決勝戦、山本チュンリー対セロテープザギ。開幕は落ち着いた立ち回り。多分これ弱気候で終わる組み合わせなんじゃないかなと思うんですけど、いろんな工夫をしてザンギが中に入ってスクリューで殺すと。うまいですね、セロさん。山本さんはどうやってしのいでいくか。ダブラに当たって、でも山本さんもうまくしのいでる。いやー、こっからっすね、こっから、こっから、あー、ジャンプ中キックで山本さんがまず1本。開幕は1ラウンド目と同じ。この上からってどうやって宙に落とすんですかね、ちょっとわかんないですけど、ほとんど潰されちゃうと思うんですよね。ちょっと落ち着いて端の弱気候モードに持ってきたい山本チュンリー。そうですね、8大結構戦列離して、ダブラリ、引き攻めが届かない。あー、セロさんもう余生だね、余生、余生、余生だけど頑張って、セーブ。ファイナルラウンドですね。いやー、ちょっとセロさんこれいいっすね。死んだか、
が足りないかもしれないですね、山本さん。あ、タイル追いついてきましたね。いやちょっとこれ分かんない、分からんけー、山本さんが勝利で、カワシムほぼ山本勝利が、2対1で勝利ですね。じゃあですね、次の試合、セロテフさん、ヒロポンさんチームと金子さん、ディオンさんチーム、うん、ですね。先方すいません、川島さんに申告をお願いします。ワンピー側がセロテープさんと、ヒロポンさん、ツーピー側が金子さんとディオンさん。キャラは変えられない。このいやーどうなんでしょうね。ほん結構真剣ですねみんなね。結構真剣に言ってる。読み合い大事。お互いをかなり読み合っている。ちょっと長いか。ちょっと読み合い長いか。確かにちょっと読み合い長い、ね、自粛ムード漂う中決まったか。決まった。セロテープチーム決まり、金子チーム決まり。はい、じゃあそれで席ついてもらって、あれですね、 1P 側がセロテープ残儀、 2P 側が、ああどうぞ先に入れていただくとね。そうですね、後々ね、覚えてなくても大丈夫で、セルテープさんが残儀ですよね、多分。話が違うぞ。いやいや、ホンダがないって誰が言ったんですか。さあ読み勝った感じでいるが、おっと、もんだ長田式、高め当てから昇竜、これは暗い投げできない、大足が刺さる。さあおっと、冷静にしゃがんだぞ。お、画面押してる。あー、しかしスクリュー圏内に入ってしまった。おっと、小足に発刻んでからのスクリュー、これは通常パンチが出ていた、あまり減らないスクリュー。さあ上から、あーっと重なってなかった、若干早かった、今危なかった。さあこれでリセットですね、一旦リセットからの彼のからの、あの金子さんは確定なんで、キャラをカネコさんのキャラと、ヒロポンさんのキャラを読み合う感じ。ヒロポンさん結構ありますからね、キャラね、ありますよね。
あれありますもんね。金子さんのメインキャラに対してのあれがありますもんね、ヒロポンさん。ありますよね。ちらつかせつつ。金子さん儀まあ、なくはないですけど。なくはないですけど。おっと読み合った結果、なんか。ホンダエッサがそうですね、みんなメインキャラがオープンリーチ状態になっちゃってるんでしょうがない。さあ、ヒロポンさんのエッサがと金子さんホンダ、おっと隙に当てていく、おっと光ってしまった、それはダメなやつ。ノーマルの方がまだマシというね。さあここから、おっと飛び越したところまでよかった。お、下を見ていた。そうなんですよね、下は頭突き貫通するんですよね。今度は出かかり投げ、大いちょうはないと踏んだか、光った、乗っている。おっとこれで決勝戦が決まってしまった金子ホンダとセロテプさん儀、それ読みですね。しかしセロテプさんは、いやもうこれしか選べない。そうですね、ガードしたらダメですからね。狙わないハリケーン、おっとダブラリに頭突きが刺さる。起き上がり重ね危ない気がするんですけど、おっといいぞリバサー、あーちょっと早かったか、大丈夫、緊急脱出、あっと読まれてる。おお、おかま、おかま、危ない、完全にはめに来ている。おっと、からジャンプからスクリューだったがちょっと遠かった。起き上がりにしっかり頭突きを出している。ドスコイしてる、ドスコイ完全に前に入れっぱレバー入れっぱ、しょうがない、致し方ない。さあ決勝戦が、カワシムほぼ山本チーム対リオン金子チーム。さあ読み合いが発生しております。これね、人読みとキャラ読みしなきゃいけないんでなかなかめんどくさい。これ1試合目とキャラクター変えても大丈夫なんで、じゃこれ決まったら、ヒロポンさんの方にお願いします。さあ金子リオンチームが先方が決まった模様。そして、はい、
カワシムほぼ山本チームも決まった模様。はい、じゃあワンピー側がほぼ山本カワシムチーム、ツーピー側がディオン金子チーム。さあ決勝戦になりますね。よろしくお願いいたします。さあ席に座るのはほぼ山本さんとディオンさん。ほぼ山本さんはチュンリー、まあ、チュンリーはねそんなにかぶされないので。おっと、これは S ホークあるのか。やっぱりなといった感じです。ホーク、さあチュンリー S ホーク、さあ台足が強い。投げて、そうですね、すぐそれが S キャラにとっては結構さちょっと高いかテンションをもらって背中蹴り、背中蹴りガードを投げ、さあこけたよ。おっとコパンが1回多かったか。トマホ、自動なんとかがうまくいかなかったか。試合内容的にはかなりいけていたので、そうですね、チュンリー側もでも相手が S キャラということで気持ちよく投げに行くことも。おっと仕込みトマホ連勝。さあなんとか危ない場面はあるが、ここ山本さん最後はなんと上り2企画、なかなか温まる倒し方をしました。すごいですね、なんか。さあ続いて対照戦ですが、金子さんと川島さんでどのような読み合いが発生するのか。川島が出禁覚悟でダルシム使うという荒技もあるんですが、さすがにそれしてこない読みをすると、さ金子さんをガイルと呼んだらば川島さんは何で行くのか。金子さんもなんかガイルお互いガイルと、さあ決まった模様。じゃあ審判長のヒロポンさんに、さあさあ龍山儀、金子さんの龍も割とザンギフ得意にしてるんですが、カワシムさんもね元ザンギ使いでかなり鋭い動きをしてくる。さあ今のところ挨拶といった感じとお互いの足払いをガードする展開。さあ遠目からフラッパー、起き上がりファイヤー最速、端まで追い込んだのは金子龍。さあこの距離でのファイヤーがきつい。おっと暗い投げ受け身がない。今のはファイナルトリックバスターをピ、ジャックピで出していたのかな。さあ上が出ないとやられちゃう。これで川島山本チームがリーチですね。波動ここ立ち台系耐久は落ちればいい、体力リードしているときは十分ですね。削りまくってまた削る。おっとしゃがみくらいはやばい、死ぬまである。さあ死なずに済んで最後相打ち対空。さあ大将金子踏ん張れるか。時代系対空怪しい、岩沢お釣りがない昇竜。さあファイヤー燃やして飛びはガードしたが台足もらう。さあ体力がこれはかわし、もう無理はしないか。ただ無理はしなくても何度かに一度波動をもらってしまう、これは残儀しょうがないところ。さあこれ一発圏内、あー無理やりいったが、リバサスクリューで勝ったのは
ほぼ山本川島チームおめでとうございます。Thank you.
はい、ソニックオーズ。Fight! Sakon! 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 Sakon!